どうもこんにちは、トモです。今日はね、YouTube を始めようぜっていうね、お話をしたいと思います。先日こんなツイートをしました。YouTube、みんな始めたらいいと思います。年半から学んだ精神、大切なものほど解き放て、深瀬正久から学んだ心持ち、一緒に踊るアホになろうぜということでね。おかげさまでチャンネルを登録してくれた人が1000人を超えました。もうすぐね、1200人近いということでね、本当にありがとうございます。いつもは写真の話をしてるんですけど、今日はねちょっとこの YouTube チャンネルについてねお話をできたらと思っていて、まあね、これまで作ってきた映像をもうちょっと振り返りながら、ぜひね皆さんも YouTube チャンネルやるといいんじゃないかなというところでね、ちょっとおすすめしたいという感じですね。このチャンネルは2019年の8月に開設をしました。で、本当に見てくれている皆さんとね一緒に築き上げてきたというね感覚があります。そこにね本当に YouTube の面白みというのがねあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、というのは始めたばっかりの頃は一人でね語るというのをやっていたんですね。写真の話をしようというテーマで、写真が光を失うというねテーマで3分間のね小話をさせてもらったんですが、実はあれはね自分の中では何かねいつか文章としてねきちんとまとめたいなというふうに思っていたアイデアの一つでもあったんですね。まあ僕は仮にもですね、まあ原稿料をもらって文章を書くという仕事もしてきたので、それをねまあ YouTube で公開しちゃうのはどうなんだろうっていうのね、そういった戸惑いもあったんですけど、ちょっと実験的にやってみようかなと思ってねやってみたら、意外とね反応いただけたんですね。それを見て、あ、 YouTube 面白いなと思ったわけですよ。なぜかというと、あの話を振り返ると、まあ、自分の中で得たね気づきというものを自分の言葉で実体験に沿って話をするっていうね、そういった内容だったと思うんですが、そういうことがねちゃんと人にも伝わるんだなっていうね実感が生まれたわけですね。僕の中では写真を撮るっていうこととか写真について考えるっていうことは、カメラを初めて持った中1の頃からねずっと考えてきたことでもあるので、なんか本当に学生の頃ってなんか大人になってからよりもワクワクしてたなっていうのあるじゃないですか。だそういうのをねなんかすごい思い出せた気がして、だから大人にはなったんだけれど、あの時代に別に戻ったっていいんだなっていうのをねすごい思ったわけですね。雑誌で寄稿してた頃から考えてたことがあって、それはやっぱりずっと素人でいたいっていう気持ちが僕の中であったんですよ。すごい誤解をね招くかもしれない言葉ではあるんですけど、素人の逆は何かといったら、まあ偉い人なわけですよね。偉くなっていくっていうことはもしかしたらねステータスの一つなのかもしれないけど、なんか自分が好きなもので偉くなっちゃうって一番つまんないっていうか、それこそ日本だとね偉くなればなるほど周りは何も意見はね交わしてくれないし、ただ敬ってもらえるかもしれないけど、なんか一番自分がなんて言うんだろう、学生の頃とかに感じてたことがやっぱりそうじゃなくないみたいな感覚だったわけじゃないですか。だからそれが周りの人が持ってくれなくなったらもう終わりだなっていうのをね思うわけですよね。まあ別に僕は若いから別にそんなことを考える必要もないかもしれないんだけれど、やっぱり深瀬さんのねアーカイブに関わってみて、やっぱりそういうのをね感じた時期があったんですよね。2014年からこのアーカイブ、深瀬正久アーカイブっていうのをね始めて、まあかれこれ6年ぐらいが経つんですけど、やっぱりねそのディレクターとしてまあ丁寧に扱われる機会っていうのは増えたんですけど、そういう時にねやっぱりなんか違うなっていうか、すっごい重く感じたんですよ自分自身が。まあそれは体重が増えたからかもしれないけど、そういうことじゃなくて、なんかすっげえつまんない人間になるのが怖くなった。でしかも周りになんていうか、それまでいた面白かった人たちもねなんかちょっと離れちゃったというか、なんかそういう感覚があったんですよねやっぱり。で深瀬さん自身もねもう亡くなっている人ではあるし、やっぱりアーカイブっていうのはその作家のレガシーをじゃあどう次の世代に伝えられるかっていうことがポイントなわけで、やっぱ僕は深瀬さんじゃないわけですよね。ここすごい重要なポイントだと思うんですけど、僕は自分ではそういうふうに思っていて、つまりトモコスがイコール深瀬正久になるっていうのが一番怖いことで、一番絶対に避けなきゃいけないことなわけですよ。そんなの当たり前じゃんってみんな思うかもしれないんだけれど、実はねこういうことを仕事にしていくときに、実はその道を誤ってしまう人っていうのは少なくなくて、その対象が個人だからこそ自分に重ねてもその人は文句をもう言えないというかね、そういうふうな状況だと思うんですよ。だから、ね、じわじわねその人の栄光というのを自分自身に重ねがちなんですよね、人間っていうのは。その方が絶対に楽だし、でもやっぱり言ったら深瀬さんは僕ではないし、僕は友小菅だから、そういうことを考えていくとね、やっぱ自分自身、じゃあ自分は何だったんだっけっていうのを初心に戻っていくと、やっぱりこう今のねこの YouTube チャンネルで伝えているようなことでだと思うんですよ僕の中では。でその写真っていうものが
現実を描くからこそどうしたってその時代というものを巻き込んでいく。僕たちっていうのはその時代というものをやっぱり感じる力があると思うんだけれど、アーカイブする力があると思うんですよ。もう撮った瞬間から何かを今という時代をアーカイブしているわけだから、そういうことをね表現としてやっていく人たちっていうのがね、すごく僕の中ではねグッとくるというかね、そういうふうな存在なわけですよね。で深さんも、まあ、深さは自分自身を描いたっていうので写真っていうジャンルで捉えられがちなんだけど、60年代の学生運動とか新宿のヒッピーカルチャーとか、そういうの、ね、時代の変わり目にね常にいた写真家でもあって、すごい時代性をはらんだ人でもあったわけですよね。だそういう人にすごく僕は憧れるし、そういうのを考えた時にこのね5年とか6年は結構深さにグッとねしっかり力を入れないと、やっぱりそんな生半可な作家でもないし、やってきたことはね彼の中で30年40年という作家人生があって、でそれがね世界的に評価されてる今だからこそ、そこのね手を抜くってことはねもちろんできなかったんだけれど、やっぱ次第次第にやっぱ自分自身がトモコスが何なんだっけってことをね、やっぱちゃんと自分で振り返っていかないといけないなっていうふうなこともあって、このチャンネルを始めたんですよね。僕の中でね、その深津さんのそのアーカイブを始めるっていう時にね、一つ決めたことは、18の頃のね、やっぱ自分自身に自信を持ってこの仕事をね、伝えられるかっていうところだと思うんですよ。伝えられるっていうか、この仕事でやったことを見せられるかどうか。僕が深津さんのことをした時っていうのは、もう今から20年ぐらい前のことなんですよね。だからその頃僕は10代だったわけだけど、やっぱ彼のね、作品に興味を持った時、その作品を見たいと思ったんだけれど、見る手立てがなかったんですよね。図書館で、まあ、何冊かのね、の本を見ることはできたけど、彼がこの世に残した仕事のその全貌を見ることができなくて、それが本当にね悔しかったんですよね。特に90年代に彼がやったことっていうのが一番僕の中で20年じゃないか、アーカイブ始めたのが14年だから、15年近くやっぱりずっとね見たいと思っていたものが、やっぱり光を与えられることなく箱に収まっていたわけですよね、つまり闇に葬られた状態になっていたと。やっぱりねそれを見たいと思ってやってきたことでもあるし、それがねその思いが偶然もありながら本当に自分の仕事にすることができた今、10代の時の自分、深さん写真を見たいっていう風にね感じていた自分に、やっぱりそれを届けられるかっていうところはね、やっぱり常に持っていたい視点というか、そういうものなんですよね。だからそれぐらい僕の中では写真について考えるっていうのは、ものすごくその自分自身の10代の頃につながるような大切なものでもあって、例えばねそのおじいちゃんの代からずっとね写真をやってきたわけですよ、趣味で。もう僕の祖父の代から僕の父親がいて、で僕がいて、僕の兄貴いるんですけど、兄貴もね写真が好きで、そういうふうにね3代でやってきたことでもあって、そういうのもあってね、なんか自分にとって大事なものでもあるその写真ってものは何なのかを考えるっていうのは、なんか単純に仕事にもしきれない部分があって、そういうことをね考えていた時に、YouTube チャンネルってねすごいそういうのをね、なんかいろんな制限を取っ払って、なんかもしかしたら自分が今までやりたかったことを伝えられるのかなっていうのをねすごい思い始めたわけですよね。でそういった実感も最近すごく強くなっていて、でそれはねやっぱりその見てくれる人がすごい増えたということもあるし、でこの感覚ってすごい独特だから、皆さんもねぜひ興味があったら、なんか自分が出るとか恥ずかしいとか思うと思うんですけど、僕もねそんな喋るのが上手いわけでもなくて、僕の場合すごいどもりがあるので、そういうのが出たところをねカットするっていう風にねできると思うんで、ぜひねやっぱり自分自身で出てみて、自分の言葉で何か伝えたいことがあるのであれば、ぜひチャレンジしてもらいたいなっていうのはすごい思うわけですよ。でそういう人がねどんどん増えてくれば増えてくるほど、やっぱりねなんか全然盛り上がりに欠けているねこの写真のね表現の中の世界をね、なんか一つ活性化できるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。やっぱどんな仕事においても、やっぱそこには人が必ず関わっていて、やっぱ人のね大なり小なりのねやっぱり熱意があって何か物事が生まれると思うので、僕が喋っていることっていうのは自分の気づきとかそういうものなので、何か答えがあるものでもないし、それがね正しいっていうわけでもなくて、でもそういった気づきから見てくれた人が何かそこからね触発されて新しいものを生み出してくれたら嬉しいと思うし、今そういう時代だと思うんですよ。だからなんか自分自身でね、なんか別に抱え込む必要もなくて、なんか出せばすごくそれが可能性を持ってね伝わるなっていうのを感じるんですよ。でなぜそういうことをね僕が感じたかというと、中国であった連ハンという写真家ですね、彼の
彼からね受けた影響っていうのはやっぱ僕の中で大きかったなと思っていて、2014年頃かな、まあ、そもそもね彼のことを僕が知ったのはだいぶ前で、本当にね彼がそれこそなんか写真ブログみたいなのをやってた時代に僕はねウェブで徘徊してたら見つけたんですよね。あ、こいつ面白いなと思って、スケールがあるんですよね。なんか屋上で屋上で裸体のね若者たちがいて、なんか崖から飛び降りちゃってるよみたいなね写真とかあるわけですよ。それ見て、あ、目新しいなというか、なんか見つけちゃったかもっていうのを思って、でね、やっぱそう思ったらやっぱ会いに行きたいじゃないですか。だから編集の仕事が一番面白いのは自分が会いたい人に会えるっていうところなんですよね。だからレイハンに会いたいと思って、その時ね僕はバイスのねバイスジャパンの YouTube チャンネルをね作り始めるって時期だったので、2013年、2014年あたりだと思うんですけど、そのね企画を考えて中国の彼に会いに行くっていうのと、中国のアリ族っていうね地下で暮らしている若者たちのねその現状というのをレポートするっていうね、その2つをねやっぱりそのバイスの中で通して、でそれでね実際現地に行くっていうのをやってきたわけですね。そしてねベイジンに行って彼に会ってね、ようやく会えたわけですね。で話聞いたりとかね、でね彼がやっぱすごかったのは、なんて言うんだろう、自分で何かを抱えるっていう人じゃないんですよ。自分にとって大事なものほど手放すとものすごいスピードでね世の中に伝わるんですよね。やっぱレイハンがすごかったのは、中国というねやっぱりその表現において制限が多い状況の中で、やっぱ若者のヌードっていうものを映していく、認められないわけですよね。そういった環境で自分の表現として、人間ってみんななんで隠さなきゃいけないのみたいな、生まれた時の姿じゃんっていう、なんで裸でね違法なのみたいな、そういう根源的なね問いを彼は持ったわけですよね。でその時に彼がやったことっていうのは、中国国内でやるとやっぱ当局が来て、自分のねやっぱり展示を作っても当局がねもうやめろって言ってねストップさせてしまう。だから僕がその彼にね取材を申し込んだ時、すごく快く引き受けてくれて嬉しかったんですけど、実際会ってみてそれの理由っていうのは、やっぱりその彼は中国国外からそういうふうな声がかかるのを待ってたんじゃないかなっていうのを思うんですよね。その時にやっぱ彼が大事にしたことっていうのは、作品を通じて伝えたかったこと、そのことをねやっぱ彼はすごくね優先してたと思うんですよ。常にそのことを考えていた。だから自分作品がどうとか自分の作品の価値とかそんなのも一切考えてなかったと思うし、だから広めるっていうこと、広めることでじゃあ僕たち世代が感じていることっていうのを世界に知ってもらうっていうのをね彼はやった気がするんですよ。自分の大切なものだからこそ人にシェアすると、じゃあ自分がなんで大切にしてたんだっけっていうところがちゃんと満たされるわけですよ。それまでねフリーマガジンっていうバイスをやってたっていうところで、そういった観点は僕の中では少しずつ芽生えてはいたんだけれど、レハンを見てね、ああこういうもんなんだなっていうのをね思ったわけですよね。その観点って深津さんのアーカイブをやる上でもすごく大事にしていて、人って大事なものほどなんか抱きしめがちというか、もう自分だけのものにしたいって思うわけですよ。でもそれって何の意味もないというか、じゃ自分だけのものの使い道ってすっごい狭いじゃないですか。どんなに価値があるものでももう自分のためでしかないみたいな、大事なものほど抱え込みたいんだけど、それをねひとたび手放したらね、本当にいろんな人に同じレベルでいろんな人に共有できるわけですよね。それ減ることがなくてむしろ増えるみたいな、あーこれすげえなーと思ったんですよね。だそれはね僕もその深さのアーカイブをやる上ですごく大事にしていることで、それはね実際やってきて実感っていうのはやっぱり少しずつあるんですよね。彼が残したものは写真のプリントとかネガとかそういうものの形じゃないんですよね。やっぱ彼のもがいたね人生でもあって、でもそれをなんか物としてだけ残してしまうとやっぱそれでしか伝わらない気がしていて、だすごくねアーカイブというものは単純になんか物を整理して世の中に発表するだけじゃないと僕は思ってるわけですよね。そこには確かに深瀬正久というね人間がいて、その彼のね苦しみとか考えとか楽しさとかね、そういったものも含めて伝えていきたいわけですよね。そうだからねこの YouTube をねやる上でも僕がねすごく大事にしたいなと思っているのは、やっぱ僕がね小さい子供の頃から好きだった夢中になってきた写真表現っていうのを僕が楽しんでいなければいけないし、やっぱその感情っていうのはやっぱ一番大事にしたいなというのを思っていて、やっぱそこもねやっぱ深津さんなんですよね。深津さんね90年代にこういう言葉を残していて、アーティスト自身が楽しんでいればその楽しいという気持ちはその作品を見る人にも伝わるっていうことをね、から91年とかかな92年か最後の年にね気づいたんですよね。
あのやっぱりブクブクとか見てるとやっぱ楽しくなるじゃないですか。でなんかソワソワしちゃうっていうか、写真撮る人だったら俺もちょっと今今日帰って風呂桶の中で、ね、やってみようかなとか思うわけじゃないですか。で 僕自身もねだから実際ブクブクやってみたりしたんですよ。こういう風にね、あの自分でお風呂の中であのカメラを向けてね、いや、やってみると写真だけ見てる時と全然違うフィードバックがあって、だからやっぱ写真って追体験できるんですよね。彼自身、深津さん自身もね気づいた、その自分のその撮ってる時のおーおーっていうね盛り上がりっていうのは、やっぱりその写真自体にも封じ込められるわけだから、それはねやっぱりこの YouTube っていうねあのチャンネル通じてもねやっぱり大事にしたいことなんですよね。あの決して僕は喋るのが上手いわけでもないので、やっぱりそこのね感情を排除してはやっぱ伝えられないことっていうのはやっぱあるんですよ。そこでねなんか面白いなと思ってもらえたらいいなと思うし、まあそんな感じでね、あの、まあ、さっき言ったようにあの写真の話をしようということで、写真が光を失う時というね話から始まったんですけど、まあとはいえねやっぱ自分の話だけでねやっていくってなんかまあそれはそれでいいんだけれど、なんか広がりが欲しかったんですよ。やっぱ自分以外の人もやっぱり関わってほしいしっていう時に、あのツイッターの方でこういうツイートしたんですよね。公開ポートフォリオレビューっていうのをやったら需要ありますかっていう風なねツイートをしたら、すごい反応が来て100いくつねいいねがついたりとか、ああみんなねなんかポートフォリオレビューって興味あんだなっていうのを感じたんですよね。というのもやっぱあの大体ね日本でポートフォリオレビュー受けるってなると、まあ、主要なところが決まってくるじゃないですか。やっぱり参加するにもお金かかるものなので、まあ、そういう人たちいっぱいいると思うんですよね。そういった中で誰でもねもうそれこそ YouTube でそのポートフォリオをやってるところを見れちゃうっていうのをねやってみたら面白いっていうのは、確かにねやっぱ需要あんだなっていうのを感じたんですね。そういうフィードバックを踏まえてあのポートフォリオレビューね始めようと思ったんですけど、ちょうどねそのレビューやってみようと思った時の数日後にね、あの写真家の山谷裕介が東京からアムステルダムに来るっていうね、それはアンシーンというねアートフェアに出るためだったんですけど、あじゃあちょうどいいなと思って山ちゃんじゃあ誘おうと思ってね、ちょっとレビューやるからアムスで一緒にやろうよっていうね声かけたらいいっすよみたいな感じでね来たから、それでねやってみたらね、それはそれでやっぱ反応がね全然違ったんですよね。やっぱそこは僕一人じゃなくて山谷裕介も入ってくれて、でかつレビューをね作品をね見せてくれるね写真家の人がいることで、まあ、そこでいろんなね化学反応が起きるわけじゃないですか。でやっぱそこの、ね、緊張感も含めてなんか伝えたかったし、なんか出来合いのねものは絶対やりたくなかったんで、ぶっつけ本番でねその3人で、まあ、話をするっていうのをスカイプ経由でやったわけですよ。そしたらね山谷がいいこと言うんですよね。あいつがまた、まあ、彼の場合はね商業写真もやりながら自分の作品を作っていくっていうことをやってきて、でもそこでやっぱり作家だからこそ分かる苦しみとか悩みとかがあるじゃないですか。だから山谷だからこそ救い上げられるそういったね参加者たちのね気持ちっていうのがあったんですよね。僕一人がレビューをさせてもらうんではなくて、山谷が入ってくれることで人間味のある話ができたなというふうにも思うし、まあ若い人から見たら山谷裕介は仕事としても作家としても頑張ってるってところですごいねあの成功してる人に見えるとは思うんですけど、彼は彼でやっぱり自分なりのねやっぱ努力があって、じゃあそれに見合った評価がされているかといったら、やっぱ彼はまだ足りないっていうのはやっぱ気持ちとしてあるだと思うんですよ。そこで作家同士だからこそ分かる気持ちっていうのがあったってことですよね。だからそれが聞けたのはすごく良かったなと思うしね、すごくあの温かい言葉とともにねすごいユーモアのあるリアクションをねしてくれたなというふうに思うんですよね。で実際にポートレビューを公開してみたらすごいね反応としても皆さんね山谷のあのコメントにねすごく反応してくれていて、あやっぱりそうだよねっていうのは僕もね実感としてあったので、あの彼がアムスにいる間に2回やらせてもらって、かつロンドンに彼はねツアーでパフォーマンスツアーで行ったんですけど、そこにもついてって計3回ねその彼のヨーロッパツアー中にねポートレビュー一緒に参加してもらって、でもいい体験だったなというふうに思いますね。だからそういうふうなね話を踏まえてやっぱり改めて気づいたことっていうのが、僕はなんで写真家が好きなのかっていう理由なんですよね。あのやっぱり若い頃はね自分が写真撮るっていうことは好きだったんだけど、僕はね仕事として編集者とかねやっぱライターをしていく中で気づいたこと、その気持ちが変わったのは写真家が好きだなっていうのをね思うようになったんですよ。でそのやっぱきっかけっていうのはやっぱ辰木勝さんとかね大橋仁さんとかね、そういうふうな日本の写真家に会っていく中で、ああ写真家っていうのは本当に身一つで世界にぶつかるわけじゃないですか。でその衝突でできた生傷を僕たちに見せてくれているみたいな、だからなんかただその作品を紹介するとか追うっていうことは僕はあんま興味なくて、自分が気になった人としてのね写真家がいるのであれば、そういった人たちを
ちゃんと追っていきたいんですよ。2008年にね、辰木雅也さんと会ったんですけど、彼のことはそれからずっと追っているし、もちろんね、別にべったりしてるわけでもないしね、なんか別に友達になりたいとかそういうことじゃなくて、じゃあその一人の写真家が人生をかけて見つめていくものっていうのを何なのかってことですよね。でそれは彼らにとってはもしかしたら言葉でね、一言で言えることかもしれないんだけど、やっぱ人生かけないと何か見えてこないものがあって、そこにすごく面白みを感じたんですよね、僕の中で。だから辰木さんがデコトラっていうね、大正から東北地方をね、興味を持ち始めて、そこから東北をね、掘り下げていったら、なんと縄文にたどり着いちゃうっていうね、そういった発想っていうのも決して彼が一人で机に向かってなんか発見したことではなくて、リアルにね、現実世界で生きている人たちに出会って、そこでね、人々とのね、ぶつかり合い、別に喧嘩するわけじゃなくて、何か人と関わることで得られた気づき、そこから何か自分の眼差しというのを掘り下げていく、それってすごい写真家だなっていうのを感じるんですよね。だから今回ね、山谷がヨーロッパツアーをしたっていうのも、日本でそれをやるだけではなくて、やっぱりその違う国になった時にどういう反応が返ってくるか、もうパフォーマンスなわけじゃないですか、ドラムっていう。だからいわばバンドを彼はねやってたから、そういうのもあると思う、その経験もね あるからだと思うんですけど、やっぱその何か音を鳴らすっていうリアクション、かつそこで自分が動か体を動かしてやるっていうのは、何か人にぶつかるわけですよね。でその返ってくるリアクションっていうのは、日本でもヨーロッパでもアメリカでも全部違う反応がねやっぱ来ると思うんですよ。そこをなんか彼は写真に封じ込めたかったんじゃないかなっていうのを思って。そうなんですよ、だから写真家が僕が好きな理由っていうのは、まあ、彼ら自身にやっぱ魅力があって、彼ら自身が今という時代にねぶつかっていった時のね、でそれでうまくいかないことが多いんだけど、その傷を見せてくれるっていうのがね、僕はすごい好きなわけですよね。決して僕はね、ポートレレビューをやるって言っても何か批評したいわけじゃなくて、ただ単に新しい才能に出会いたくて、ああ見つけたよみたいなね、そういうのをね味わいたいわけですよね。だからそれで公開ポートレレビュー第5回なわけですよ。長谷川さとこさんの回ね、あれがね見事でしたね。彼女の作品がもう本当になんて言うんだろう、荒々しいんだけどめちゃくちゃ鋭いナイフみたいな、その二面性を持ってぐさりってきたから、ああようやく来たなっていうのをね思ったわけですよね。で それをねやっぱりその井部香織さんっていうね、まさにそれをね言語化できるような人と一緒にそのレビューをすることができたの でそのねレビューを通じてね、香織さんの魅力っていうのもね、僕自身もまた発見することができたし、見てる人もあ、こんな人が井部香織さんなんだっていうのをね知ってもらえたんじゃないかなということを思って、であのレビューができて、僕の中ではあ、ようやくなんか自分が夢中になってたものと、それを見てくれた人が同じレベルで楽しめるようなね、そういった段階に来たなっていうのをね手応えとして得たんですよね。やっぱいろんなことをねやっぱ試したいんですよ。で YouTube って本当にいろんなことができるんですよね。パッと思いついたアイデアをねそのパッとできるから、だからそれね、ポートレビューがあって、そこからねパリフォトっていう形で11月、毎年11月にねパリで行われる、アートフェアパリフォトをね2019年レポートをするという動画を公開して、それ前編後編でね公開したんですけど、それはねドキュメンタリースタイルで、今度は外でね出会っていくというね、いろんなそういうものを伝えていくということをね、でそこで見て感じたことを僕は喋るということをやって、でその直後ね、福賀さんの家族のね真相版が Mac から出たので、それのね解説動画を作りました。伝えたいことがあるっていうのは一番大事なんですけど、それと同じぐらい大事なこととして、やっぱ自分がなぜ好きなのかっていうところですよね。すごい古いね、日本の歌に良人秘書というねものがあるんですけど、それすごいね、僕は深さんの写真をね見るときに大切にしたいなというものなんで、ちょっとね紹介しますね。遊びをせんとや生まれけん、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれというね、そういった内容になってるんですけど、遊びをするために生まれてきたのか、戯れるために生まれてきたのか、遊ぶ子供の声を聞けば僕の体すら動いてくるというね、これはやっぱ人間の本質でもあって、それね僕はね、それを深津さんはね写真を通じてずっとやってきたんじゃないかなっていうのをすごい思ってるんですよね。だからね、このチャンネルにおいては僕は遊んでる方の子供なわけですよ。だから皆さんね、僕がね楽しそうにやってるのを見て楽しいと思うのであれば一緒にやりましょうってことです。
踊るアホに見るアホっていうのがありますよね。同じアホならみたいなねそこですよ。チャンネル作るのはね、もう皆さん Gmail とかアカウントあるじゃないですか。そこからもう紐付けで無料で作れるわけですよね。あとは動画を作るだけなわけですけど、今だとね iPhone でも撮れますから。で iPhone でもね編集できちゃうんですよ。そういうのもね無料で全部あるし、テロップもね iPhone で入れられるアプリとかねあるんですよね。だからもう今全部揃ってるから、本当にね、なんか伝えたいことがあるのであれば、やっぱりその自分自身が出て伝えるということをね、ぜひ試してほしいんですよ。めちゃくちゃ楽しいから。だからその楽しさが伝わる人がいたら、一緒にね、踊りましょうよということなわけですよね、このチャンネルの趣旨としては。要は今日はそういう話なわけですよ。今年からもうね、5G っていうのがね、導入されると言われてますよね。今までは重いと言われていたね、映像のファイルとかもね、もう本当に数秒でもうダウンロードできてしまう。そういったね、時代に来ているので、今、インスタとかはね、まだ写真じゃないですか。まあ、あれがもうどんどん動画とかに変わっていくと思うので、それこそね、もう2、3年後とかは、もう誰でもね、映像配信をやっていく、それをね、SNS とかになってくるわけですよ。だから要はそこなわけですよね、今 YouTube っていうのは。ぜひね、一緒に写真表現をね、盛り上げていきましょうよ。特に若い人たちね、ぜひね、出てきてほしいですね。別に写真にね、こだわる必要はないとは思うんですけど、やっぱ今の時代のそういったデジタルに触れている人たちがね、どういうことを考えているかっていうのをね、やっぱ伝えてもらえたら、それはね、届くと思うしね。これまでの紙を使った伝え方よりも、圧倒的にコストがかからない手段なので、そういう意味ではね、動画を使うっていうことで人に伝えるっていうのをね、ぜひチャレンジしてもらいたいですね。今日はね、まあこういった感じのお話なんですけども、まあね、次回からまた写真の話をしていきましょう。それでは、また。